ぬかたべのヒラフは古代日本の豪族、アスカ時代の官人、聖和連。ぬかたべノは王神天皇の巫女、ぬかた大中彦巫女の名城とも、あるいはぬかたべの王女の使用のために設置された部とも言われ、ほぼ全国に分布している。ヒラフのぬかたべのレ一族は山和国ヘグリ軍ぬかた里を拠点とする氏族であった。ヒラフは以下の記述にもあるように、 主として外交面で活躍している。日本初期巻第22によると、水古天皇十六年等の客、計に入る。税の日に、飾り七十五匹、七素余りに次を、剣して、等の客を、つばいの術に向かう。ぬかたべのレ平夫モテレーの字を告げす。と記述されている。随所和国上には、この時の出来事が、以下のように記述されている。和王。 聖徳は敗害を、剣はし、数百人を十0へ、偽勢を設け、鼓どを鳴らしてきたり迎えしむ。五島家、また大霊うた,たを、剣はし、二百余期を十へ功労せしむ文中の、方が、ぬかたべの、かたべではないかと言われている。上記の二つの記述から、ヒラフは、党の返礼師である、敗生誌の来朝にあたって、正式に国家を代表して歓迎したことがわかる。 かくして古代日本は、その主婦であるアスカの地へ、大国随の正式な外交施設を迎えたのであった。ぬかたべの平夫は、この2年後の10月にも、柏毛の大友の長を務め、後の河辺の館に迎え入れている。この時の主導が、蘇我馬子、江面であり、聖徳大使が参加していないところから、大陸関係の交渉は、大使、半島関係の交渉は、 孫という役割分担ができていたのではないか、と、直木光次郎は述べている。その指摘が正しければ、両者からの厚い信頼を受けていたことになる。また、翌年の5月の歌野の薬狩りの際に、淡田歳木が前の武領に、ぬかたべの平夫が後の武領に任命されている。ぬかたべの連一族は、天武天皇13年に発色の姓が制定されたことにより、 スクネのせを得ている。ありがとうございます。